堀酒造工場第一館、旧国立中高大学農学院実験林事務所、堀鎮は台湾南投げ県の鎮堀は台湾の中心に位置し、南投げ県の中央部やや北寄りに位置している。東から東北にかけては、神愛峡と南は魚池里と、西及び北西は国政峡に位置している。堀は古代湖であり、それが、 マヨ毛と南高系による堆積物により盆地が形成されたと考えられている。台湾中部の丘陵区に位置しており、亜熱帯湿潤気候に属しながらも気温の差が小さいのが特徴であり、冬は暖かく夏は涼しい。雨量も豊富であり、また雲霧の発生が多く非常に湿潤な気候となっている。堀の四方は山に囲まれ、古代は鬱蒼とした森林地帯であり、 野生動物が豊かに生息する地域であった。有史以前にも先住民が2000から3000年前には、現在のアイラン、赤島などの大地に居住し集落を形成したことが、考古学によって確認されている。その後現住民族群、タイアル族、布農族、小族などが、ホリボンと共魚池、実月不可島へと居住地を広げていった。現住民は血縁により、 集団を形成し、布農族系統に属する保守派マグリミランラ落を、マユ毛南側に、タイヤル族系統のマ眉舎はュラ落を、マユ毛北側にそれぞれ設け、両族は、マユ毛を挟んで退治していた。各百年による開拓と略奪大羅補族の、最重肝人の入植と、原住民族の、同化交渉業と、農業経済の発展により既存の集落以外に、 新興集落も出現し、宿範囲は拡大の位置をたどった。政府は都市計画を実施し、ホリチン、魚池里、国政教、人愛協を共同経済圏とし、農作物などの集散地としての発展のほかに、居住、観光、文化、芸術など多元的な都市の発展を目指している。近年では、国立木南国際大学がホリに開校し、 芸術文化の中心としてのより高い地位を獲得し、さらなる発展を遂げようとしている。もともと、信代に、漢人からの圧迫された結果、西部平原部から入植した平良保族の諸民族の子孫が今も居住している。平良保族は、漢人と接触し、影響を強く受けた一方、独自の言語や文化も伝承されている。例えば、 マユケイヨンの四地区を中心に、カハブ族が住み、アイランザトなどに、パゼフヘ族が住み、それぞれ言語や文化の復興活動に取り組んでいる。陳朝国外国立君南国際大学リニョ団。ありがとうございます。